中性動物とは、公性動物としての体組織や機械を完全には備えていない動物である。かつては、中性動物門として一つの門にまとめていた。かつては、公性動物に含めることのできない所属不明の小型、多細胞動物が無差別に入れられ、動物分類のクズカゴのようであったが、後に、それらは除かれ、二排動物と、自家霊動物の二群が置かれるようになった。 しかしこれらは互いに系統関係がないと考えられ、現在ではそれぞれ独立した動物門に置かれるのが普通であるが、現在でも中性動物という語を用いてこの二群を指すこともある。もしくは、原生動物と後生動物の間の進化段階を示す単語として用いられる。学名。 メソゾアはギリシャ語のミューシグマとゼータニューに由来する。中性動物メソゾアは、二ュ中類を原生動物、プロトゾアと、高生動物、メタゾアとの中間に位置をする動物群として、1876年に、ベルギーのエドワード・バン・ベネデンにより設立された。これは1874年、エルンスト・ヘッケルが、ガストレア説を発表した後で、二ュ中は、 少ない細胞数と単純な体制であるため、これを構成動物の起源的動物だとイメージしたからだと考えられる。1882年には、バンベネデンは直営中をこれに含め、二敗中を、菱形動物オーダーロンバゾア、直営中を自家営動物オーダーオーソネクティだとした。それに対し、ジオアードは直営中を動物の進化上 ノーハイ様の仮想動物、ガストレイエだと、ウズムシ類との危機におき、直営中と二排中は、ウズムシ類などを含む全虫類フェアメスに属すると、みなし、二排中などの簡単な体制は、規制による、特殊化によるもので、二排中などは、本来複雑な体制を持つ動物であったと考えた。1888年、八地区はその構造が、 校長動物のプラヌラ妖精に似ていることから校長動物に含めこの群の名をプレーナロイディアに変えた多くの動物学者はこれを退化したヒラムシとして扱い変形動物に含めたこれ以降多くの小型多細胞生物が無差別に中性動物として記載されることになる1892年ヨハネス・フレンザルによりサリネラ・サリネラ・サルベが 1903年オイゲンロバート、ニリスハイマーにより、ローマンネラ・ロマンネラ・カタネータが、中性動物として記載された。その翌年1904年に、ニリスハイマーは、コエッペンが1894年に発見した、アメーボフリア・アメーバフラジャーを、中性動物門に含めた。1906年、ドージルは、ハプロゾーンを、 中性動物門に含め、その下に暮らすカタネータを設立した。しかし、寄生性ウズベンモウもブラスタジニウムとの類似を指摘され、2年後の1908年、ニリスハイマーがハプロゾウの中性動物門から除いた。1910年、オローシュラダーは、ブッデンブロッキアブーデンブラキアプルミテラを中性動物の一種として記載したが、 当時、炭水産の中性動物として注目された。その2年後、シュラダーは、ブッデンプロッキアの体に4列の重層筋が見られることを発見したため、この動物は、中性動物ではなく、線中が、寄生生活のために極度に退化したものと考えた。1940年、ハイマンはローマンネラ及び、アメーボフリアを、寄生性ウズベンモーモであるとした。 こうして、中性動物は、バン・ベネデンが定めた二群の実に戻った。ホックバーグは、二排中や直営中に見られるような体勢を指す、時にのみに、中性動物という用語を用いることを提案している。その後、コスラフは、あるステージの二排中類は、直営中類のそれに、表面的には似ているが、それ以外の点においては、明確に異なっているため、これらを独立の門に置いた。 また、中性動物という語は、本来原性動物と、後性動物をつなぐ進化段階を指す、分類群として提唱されたものであるため、望ましくない。こういった経緯があり、中性動物は、もはや一つの門としては用いられないが、これまで道理俗語として、二排中と直営中の総称を指すのに用いられる。バン・ベネデンは、 中性動物の体について以下のように記述した。一部あるいは全細胞に専門が見られる外肺葉と、一個または数個の細胞からなり、生殖細胞を生じる内肺葉からなる。規定膜、感重式及び対抗は見られない。生殖は無性生殖と有性生殖が見られる。ハイマンによる定義では、中性動物はライフサイクルの一部、 またはすべてをシンシチウムの体表層が1もしくは、複数の生殖細胞を取り囲む多細胞の内部寄生虫である。複雑な生活史を持ち、無性生殖と有性生殖の世代を世代交代する。構生動物中の一群として置かれ、体細胞の表層と内部の生殖細胞からなる、無空ハイステリアブラスチュラの構造を持っている多細胞動物だとされる。 昆イ二ュ中ジカマクラブタムの顕微鏡写真。二杯中ルイジシーミダは、頭足類の人脳に寄生している。体の大きさは数ミリメートルで、体を構成する細胞は多細胞動物の中で、最小級の全虫様の動物である。全世界の頭足類、約25族から3カ8族約140種の二、肺動物が確認されている。 現在は独立の門に廃動物門とされることが多い。1839年、ドイツのオーガスト・クローンは、二廃中の存在を詳細に記録した。1849年、スイスのアルベルト・ホン・ケリカーは生活史に2種類の、妖精があることから、これを、ジカマと名付けた。その後、1876年、ベルギーの研究者エドワード・バン・ベネデンは、 ティキエマ属ジカマを含む、数族を新たな目、ミ水バンベネデン、1876に含め、中性動物を設立し、その中に置いた。メマトジェン及び、ロンボジェンと呼ばれる二肺中の生態は、通常、1個の熟細胞と20個程度の体側細胞からなる。筋肉組織、消化器など、組織や器官と呼べる構造はなく、主要器官は、生殖腺だけである。 ただし、生殖形態に無性生殖と有性生殖があるため、生活感は複雑である。無性生殖の場合、無性生殖する生態と全虫型陽性でサイクルを形成する。個体群密度が増えると、有性生殖を開始し、ロンボジェンと呼ばれる生態から、雫虫型陽性が発生し、新縮種へ到達、感染する。 直営中ロポロラジオディミートシュナコフ1879のスケッチ。直営中類オンソネクティダは、変形動物ウズムシ類、ヒモカタチ動物、関係動物多毛類、軟体動物複足類や二枚貝類、極秘動物クモヒトデ類など、様々な海産無脊椎動物の組織や、対抗中に見られる体長1ミリメートル以下の寄生虫である。 現在は独立の門司家営動物門とされることが多い。1868年、ケファースティンにより、ヒラムシの仲間レプトプラネトレメロリスから初めて観察され、1877年ジオアードによりジキエイルヨ素ソネクティダが創設された。これまでジキエイムシは、世界各地から2カゴ属約25種が知られているが、 日本からはタジカによりヤッケシさんの渦主から一種、サイリオシンクター・キチンシュス・タジカ1979が記載されているのみである。ジキエイムシの多くは、私有遺体で、性的二型が見られる。受精は、メスの体内で起こり、螺旋乱活を行う。体表部は口倉で覆われ、その下部に一層の体側細胞を、体内には、生殖細胞が見られる。 体側細胞と生殖細胞の問いには、未分化な筋細胞の分化が見られ、筋線を含む収縮細胞が生殖細胞を取り囲んでいる。体側細胞は大きさの異なる細胞からなるが、大きさの等しい細胞が横に規則的に配列するため、管を積み重ねたように見える。線毛が前向きに生えている体の前端部の一数管は全衰。 専門を持たない、後端部の一数間は、五水と呼ばれる。フレンザルによるサリネラのスケッチ。サリネラサリネラサルバフレンザル。1892は一層の、体側細胞が腸を取り囲む袋状の構造から、なる2ミリメートルほどの動物である。一族一種の人絵型である。1892年、ヨハネス・フレンザルにより、アルゼンチン。 コルドバ産の外縁から作った2%食塩水中に発見されたが、それ以来再発見されることなく、その存在が疑問視されている。体制が単一の細胞層からなるためバンベネデンの定めた、中性動物とは性質を異なるため別の門と、すべきという意見があり、サリネラを一杯用動物、モノブラスタゾウはブラックウェルダー、1963と、 呼ぶ研究者もいる。現存する、構成動物の体は簡単な体制のものでも、基本的に、内肺葉と外肺葉の二層の細胞層からなるが、フレンザルが記載したサリネラの体は一層の、体側細胞が腸を取り囲む袋状の構造から、なる。肺お及び前後の区別があり、肺側の体側細胞の外表面には、合毛が見られ、 腹側の体側細胞の外表面には、繊毛が生える。腹部の前後端にはそれぞれ口と肛門が開口し、口の周囲には長い髭状の感覚合毛が生え、肛門周囲には長い棘状の合毛が生えている。体の内腔は腸に相当し、そのうち、表面全体には、繊毛が見られる。生殖はもっぱら縦分裂による無性生殖だが、 しばしばに個体が接合し、シストを形成するという。このシストの中の一部の細胞が有利し、それから個体が形成されると考えられている。サリーネラは多細胞動物であるが、フレンザルの描いたスケッチや個体が接合するといった生殖方法から専門中下下類のスティロニキアが連想される。専門ヒラムシトライコプラックスアドヘロンズ。 センモウヒラムシトライコプラックスアドヘロンズを呼びトレプトプラクストレプトプラックスレプタンズはともに板状の多細胞動物でそれぞれ一種が記載されているがトレレプタンズは最初の発見から再発見されずその存在が疑問視されているセンモウヒラムシトライアドヘロンズは世界各地の段階沿岸から報告があり日本では白浜や沖縄で発見されているが この種がコスモポリタンであるかは疑問である。現在は平板動物門に置かれる。センモーヒラムシトライ。アドヘロンズは1883年、フランツ・エールハード・シュルツにより、オーストリア、グラーツの海水水槽中に発見され、トレプトプラクストレ、レプタンズは1895年、フランチェスコ・セベリオ・モンチセリによりナポリの臨海実験所の海水水槽中に発見された。 専門ヒラムシは以前ヒドロクラゲエルシリアクロニー、クランボック、1907のプラヌラ要請とされ、トレプトプラクスはヒドロクラゲエルシリアクラペレデーハートローブ、1889のプラヌラ要請とされた経緯がある。このような形態の類似や18スドナの延期配列の比較から、2003年、キャバリエスミスとチャオにより、四方動物との類縁が推測されたが、 同年エンダーとスクラウォーターにより、センモーヒラムシと、四方動物について、ミトコンドリア16スルナの二次構造が比較され、四方動物との関連は否定された。1971年、グレルによりこれらは平板動物門、プラコゾアグレル、1971とされ、現在もそう扱われる。長らく平板動物は、センヒラムシのみの一族一種とされてきたが、 2017年、ホイルニャ・ホンコンニシスが、2019年、ポリプレイキトーマー・メディテラネアが記載された。体には、背腹の区別は認められるが、左右の区別は認められない。背側の上皮細胞には湯滴を含む細胞がある。背側と腹側の上皮の間には、筋繊維を持つ、肝獣式細胞が見られる。グレル・ルースマンによればこの肝獣式細胞は、 感重式細胞同士、または、肺腹の上皮とシナプス結合様の接着様式で、連絡し合い、細胞間の情報伝達や、収縮の機能を兼ねた働きを持つ。ハプロゾーン、ハプロゾーン同じる、1906は、多毛類の腸内に見られる、大きさ0.1から0.2ミリメートルの寄生虫で、ある。これまで、北、ヨーロッパや、北アメリカ沿岸に生息する。 タモ類、アラキアノルベジカ、トラベシアフォーブジー、クリミニ・ランブラカリーズ及びアキシャシラ・ルーブリシンクタから9種が発見されている。現在では動物ではなくアルベオラ・ータウズ弁毛注文、ジノフラジュレータに置かれる。1906年、ドージルはハプロゾーンを中性動物門に含めクラスカタネータを設立した。しかし、 軍隊製のグレガリナの一種とする見方もあったが、生活史にダイナスポーが生じることなど寄生性ウズベンモウもブラスタジニウムとの類似を指摘され、2年後の1908年、ニリスハイマーがハプロゾーンを中性動物門から除いたソルダーヤーガエトールによるシャドナの塩基配列の比較による研究結果からもウズベンモウ藻類の一種であることが示された。 ハプロゾーンの生活史には、トゲ状の突起を出す細胞、トロフェサイトに連なる5から100個ほどの細胞からなる、多細胞性のステージが見られる。ハプロゾーンは生活史の中に、軍隊生活に適応したステージを持つ、寄生性ウ聖渦弁ソウ類である。ローマンネラ・ロマンネラ・ニリスハイマー、1903は、サイズチボや類の生殖腺に見られる、寄生虫である。日本では、 1913年多日により三崎さんのサイズチボヤフリティラリア SP から未サイ種一種の報告があるのみ。現在では動物ではなくアルベオラータウズ弁網モンジノフラジュレータに置かれる。微虫類の研究で知られる H ロマンが1896年にサイズチボヤの生殖区に寄生虫を発見した。 その後、ニリスハイマーがサイズチボヤフリーティラリアバルーセダと、細サイズチボヤ F ハプラスティマからそれぞれロマンネラ、カタネータと、エルパラドクサの2種を記載した。ニリスハイマーはローマンネラを中性動物としたが、ハイマンによると寄生生渦弁毛藻類の1種と考えられている。体長は0.3から0.4ミ、mm、リメートルほどで、その体は3から6個のドーナツ状の細胞を、 積み重ねたちょろぎような形をなす。体の前端の細胞には、多数の枝状、または指状の加速が見られる。成熟した個体では、体の後端部から順に細胞が分離し、宿主から離れる。アメーボフリアアメーバフラジャコエッペン1894は、段階性のプランクトンの体内に普通に見られる、寄生虫である。現在では、 動物ではなくアルベオラータウズ弁網注文、ジノフラジュレータに置かれる。1894年、コエッペンが、宝山中スチカロンチから、アメーバフラジャスチカロンキーを初めて記載したが、この寄生虫はそれ以前から、プランクトンの研究者の間で知られていた。1904年、ニリスハイマーはローマンネラと共に、アメーボフリアを中性動物門に含めたが、 その後生活史に見られるいくつかのステージの研究から、ハイマンでは、アメーボブリアは、寄生性ウズベンモウソウ類の一種とされた。ソルダーヤーガエトールにより、18スルナやシャドナの塩基配列の比較による、系統解析からもウズベンモウソウ類の一種である、ことが示された。アメーバのようにゆっくり体の形を変えることができる、ことから名付けられた。 生活史の中で、寄生生活を送るステージは、トロフォントで、宿主から離れると反転し自由生活を送る、全虫様のステージベルミフォームを形成する。このベルミフォームから、ダイナスポーが形成され、宿主の体内に侵入すると、考えられている。ブッデンブロッキア・ブーデンブラキア・プルミテラ・オーシュ・ラダー、1910は、炭水酸コケムシの体内に見られる、寄生虫である。 ベルギー、ドイツ、トルコ、ブラジル、ブルガリア、日本及び、イギリスで発見されている。うち日本からは1972年に、小田秀美により、トネ川産のヒメテンコケムシラーフェポデラカルタリーから、ビープルミテラが報告されている。現在は、司法動物門、ミクソゾアズナに置かれる。1850年、デュモルティエと、ピエール、ヨゼフ・バンベネデンによって、 炭水酸コケムシプルミテラフンゴサの対抗中から報告されていたが十分に記載されることはなかった。それから半世紀後の1904年にオローシュラダーがドイツで最終種固定していた炭水酸コケムシ2種プルミテラロポン及び P フンゴサをフォンブーデンブロックが9名の研究のためにと譲り受けたところ偶然フォンブーデンブロックはそのコケムシの体内に寄生虫を 発見した。シュラダーは、その寄生虫に興味を抱き、一度、フォン・ブーデンブロックに提供したコケムシの中から、寄生虫の感染している軍隊を譲り受け詳細に、調べ、1910年、中性動物の一種として記載するに至った。当時、炭水産の中性動物として注目されたという。しかし、1912年、シュラダーは、 ブッデンプロッキアの体に4列の重層筋が見られることを発見し、中性動物ではなく線虫が、寄生生活のために極度に退化したものと考えた。その後、ブッデンプロッキアと吸虫類との問いに生殖腺の位置や初期発生のプロセスに類似点が見出され、吸虫類との類縁が指摘された。2002年、シュラダーが記載した妖精は、ミクソゾアに見られる。 極濃法師であることが岡村らにより明らかになり、ミクソゾアとの関連が示唆された。同年モンテーロラにより18スルナの塩基配列の比較からもこの動物はミクソゾアの一種であることが示された。また、近年ではミクソゾアは四方動物に内包され、2007年には系統分析でブッデンブロッキアは四方動物であるという結果が出ている。 1> 0 1ト、mm、ルほどの寄生虫で4列の重層筋を持つ。他の動物と比較すると変形動物や積作動物などのような3、灰葉ではなく2灰葉に見える。他に、四方動物とあり、騎士動物が2灰葉だが、これらの生物が放射総称であるのに対し、中性動物は左右対称的である。また、同様に器官の分化が見られない動物に、 海面動物があるが、これは他の動物と比較するのが難しいほど独特である。中性動物の系統的位置については、はっきりとした共通見解が得られていない。分子生物学的な系統解析では、中性動物は三肺用動物に属すると示唆する結果が得られている。この結果は、変形動物等の三肺用動物が、 寄生生活によって特殊化したためとする説、原始的な三配用動物とする説に分かれている。いずれにせよ、中性動物は多系統との考えが認められるようになっており、中性動物は二配中を含む二配動物門と自家営動物門という二つに対別されるようになりつつある。ありがとうございます。